はい、どうも、結局です。今日ですね、ウィニングポスト9、2022、続きやっていきましょう。1998年、12月2週から、難易度スペシャル、引き継ぎなし、お守り使用禁止の縛りプレイでやってます。さあ、今週、12月2週やね。まあ、スーパー印なしがデビュー。はい、まあ、あとは、この辺が走るよと。アウェイどちらでも。まあ、微妙っすね。で、これも印なしなので、まあ、微妙。で、ガベル、OK。行きましょう。アウェイどちらでも。きついね。3歳になったら即引退で OK かな。印なし。あ、ここが勝ったか。ゴールド印なし。2着。ガベル。ガベル引退やね。お、クレアの子がやってくれました。まあ今年でかいところ取ってないんですが、まあ自家生産はぼちぼちいい感じじゃないですかね。どう？ギリやね。まあ今年も余裕っすね。牧場がちょっと厳しいね。栄光アウェイ3着。さあ、スーパーフリーといいね。勝ちました。まあどうっすかね。これこことしたらいろいろきついよ。ドレスクレア先頭、外からネーションズ星先頭、あと 200m 先頭はネーションズ星、内から一気に差を詰めるプレア丸、ネーションズ星先頭、2番手はプレア丸。あー、ネーションズ星ね。1着、2着はプレア丸、3着にアドマイヤ個人で、アドマイヤ個人 G1 の舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのはネーションズ星が勝ったか。プレア丸どうすかねこれ。ガツね。オッケーオッケー。いろいろいますね。はい、まあとりあえずオッケーですかね。夢のグランプリ、手高き女帝、エアグループ、ベストサイヤーのスペシャルウィーク、遅咲きのステージ、そして目白ブライト、未知なるプリで、グラスワンダー、実際に撮ってるのはグラスワンダー。さあ、とりあえずネーションズ星をね、確認したい。スピード S、OK。いいよ。OK、OK。スピード S ね。まあ、とりあえずホープフル行って、まあ、また考えましょう。AP クレア。休みたいね。ローテは組んであるので。まあこれ正直厳しいですけどね。あと OK かな。まあとりあえず99年入ってから考えましょう。とりあえず進めます。キングクレア、シンキングダメやね。まあ衰えきてますよね、結構ね、いろいろ。まあ確認しますか。ああ、でも星やね。ああ、でも粘ってるか。いや、かわされるか。
ネーションズ星、ネーションズ星、一着、二着はプレアマル、三着に東海パルサー、ネーションズ星、G1 の大舞台で見事一番人気に応えました。はい、OK。プレアマル、どっか重賞取りたいね。海外持ってきたいんですよね。リファール、アンガール。オッケー。クレアリファール勝ちました。スペシャルウィークで、エアグルーブ、メジロブライト、グラスワンダー。まあ、実際取ってるのはグラスワンダー。で、メジロブライトが2着かな。グラスワンダー、先頭、前に迫るスペシャルウィーク。残り200メートル、グラスワンダー、伸びてきた。残り100メートル、グラスワンダー、先頭。グラスワンダー先頭だ。グラスワンダー、グラスワンダー、さすがやね。いや、非交換距離は負け通してないんですよ、グラスワンダーに。ただゴールド3冠頑張りました。このメンバーで3着、グラスワンダースペシャルウィーク、ゴールド3冠、セーブスカイ、メジロブライト、ステイゴールド、エアグルーブ、シルクジャスティス。もうめちゃくちゃいいメンバー揃っとんやん。恐ろしいって。よし、OK。十分ですね。さあ、98年はね、やられましたね。面白かったね。表彰式。今年取ったのこんだけですからね。クレアゴア。で、クレアゴア。あとはネーションズ星。まあ、この大取りシート。これも、自家製サンバなので、クレアの子です。はい、オッケー。よし、まあとりあえずね、今年もネーションズ欲しいで大取りシート無敗で、クレアゴア、スペシャルウィーク3冠、スキッパーウェイは強いね。はい、リアルクワイエット強かったですね。サガミックス、まあさすがやね。スウェイン強いね。はい、ネクスト手続きします。まあ引退いろいろいると思います。まずはクレアリファール。まあこれマイル3冠惜しかったっすよね。で、エイコンは復活したので、まあ、使いましょう。クレア欲しい。まあ、悪くないっすけどね。まあでもちょっと稼いで欲しいっすね。はい、ここは引退。ケイキングクレア、これ厳しいっすね。引退しましょう。で、クレアイージー。あ、シンキング、こんな感じ。で、キングクレア。まあ、これは結構良かったっすね。印丸がね、これ良くないっすよね。まあ、銀札とかに勝てないって感じっすね。アンガールライフは結構やってくれてるんですよ、これ。このまま、まあ、こういうロートで行きましょう。G3、まあ、G2G3 で。スーパードレス使うか。ガベル、そしてアンガール。アンガールまだまだいけるか。オッケー。で、ゴールド3冠もまだまだいけますね。あとはケイキングゴールドも。じゃあちょっとここは残しましょう。ケイキングアウェイ。いい感じだね。で、クレアゴアも、まあメンタル、まあちょこちょこね、伸びてる。よし。じゃあこれでいきましょうか。ステイヤーとか厳しいけどね。
まあイーブン残そう。はい、こんな感じです。まあこの手続きがね結構時間かかりますからね。さあとりあえず入ってきたのがここっすね。キングクレア、クレアの系譜、まあこれはもちろん残します。でアンガール、アンガール系、クレアマルゼン、オッケー。でアンガール覚醒、これもアンガール系ね。キングコレクション、そうやね。あとケーキングクロウか。まあクロウ売りますか。クロウ売って、あとはシャレか。まあシャレそろそろね売ってもいいね。シャレ売るか。でこっちからちょっと回そう。どちらでもクレア、あとはクレア、どちらでもクラシック、はい、これで OK と。さあで守護馬もっすね。リファール入ってきて、クリスタル、よし、こうでいきましょう。で騎手来ましたね。あーで引退か。はい、宮井さんも引退。さあ次はここのチェックです。上からいきましょうか。早めか、惜しいっすね。まあスピードはあるかも。クラブにしようか。遅め、印なし、ステイヤ、早めっすね。ただダートクラシックです。万世か、超物、芝だといける。早め、まあ楽しみやね。これさ、クラブあげるか。まあ、このイーブンとかもね残してもいいんですけどね。遅めで牝馬、まあとりあえずクラブでいいっすね。ダートクラシック、なんとも言えないっすね。お、覚醒いいじゃん。これ熱いね。これもいいね。これ良くないっすね。クラブで、これもいいです。スピード期待できる。これ超物か、結構レベル高いね。あ、これも超物、これもいいやろ。まあダート厚めにしてるので、あー超物か、これ押しいけるんですけどね。スピードないっすね。万世、いやつか結構多いなこれ。芝だとマイル、これもいいね。はい、これはいらないです。違う、売却のままでいいね。
はい、これもいらないです。まあこれもいらないですかね。クラブにあげとっか。ミカ20もあるわ。はい、カッパギのみ20丸。まあこれはいらないですね。あ、これいいじゃん。はい、これはいらないです。あとは、お、これか。これはそうっすね。まあ一応残して、アンガール、早め。まあクラブかな、これは。まあこれもクラブっすかね。はい、これもクラブっすね。まあこれ惜しいっすね。まあこれもクラブで、これなかなかいい。はい、こんな感じっすかね。はい、設定終わりました。いや、これがね、結構時間かかりますよね。まあ後で超重だけ印つけたいなと思います。まあ、とりあえず行きましょう。 OK。 まあクラブは適当にね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ次はね、ローって決めていかないとですね。この辺もね。で、調教パートナーも決めて、やることむっちゃあるよね。さあ、まずは超大物っすね。イーブンスイングは超大物じゃないっす。超大物が、スーパーウォロー、あとはビグラススーパー、まあスーパーついてるやつは超物です。でクリアウォロー、あとスーパーどちらでもいいね。でキングビグラス、このビグラスっていうのはクリアです。クリアの系譜。あとはクリアシバマイルか。でスーパークリスタルですかね。はい、これで OK ですね。超重なとりあえずこれで OK。 あとはローテやね。一応今がクレア、はい、クレアはこんな感じ。まあ順調っすかね。あとはイーブン、まあ、イーブンがこんな感じです。はい、いろいろローテ組んだり設定終わりました。まあとりあえず今年の注目はここっすかね。クレアマルとか、まあ、ネーションズ星とかですかね。はい、ということで進めていきましょう。ステイヤー3着か。でフェイバー、ここは勝ちましたね。クレア丸、ここ取りたいっす。取って海外行きたいんですよね。ちょっと走り確認します。
レフトインポート先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。レフトインポート先頭、レア丸先頭、引き離しにかかる。残り 200m、 よし、とりあえずいいね。2番手はハリウッドカフェ、後続は大きく離れました。レア丸1着、よし、じゃあタイガー行きましょう。2着はアドマイヤベガ、3着にハリウッドカフェ。あ、アドマイヤベガおった、レア丸見事です。やるやん。いや、これはガツの可能性一気に上がりましたね。はい、OK。精神 C か。クレア5は OK。クレアの系譜やね。よし、とりあえずこのままでいいかな。クレアミスター3着で、クレア5は勝ちました。 OK、 次本番です。フサイチアデールか。まあでもこのメンバーなら大丈夫でしょう。ブリスブルース先頭、レアマル先頭、引き離しにかかる。あと 200m、 これは完全にちぎれた。2番手はサイチェアデール、これは強い。レアマル今ゴール。あ、これ強いね。違いの強さです。2着はサイチェアデール、はい、サイチェアデール、レアマル見事一番人気に応えました。ネーションズ星に負けたんですが、やっぱクレアマルも強いね。オッケー、パワーあり。ただスピードが分かんないっすね。まあガツンは間違いないと思うんすけどね。お、時間生産は勝ったね。クレアゴア、シルバーチャーム、リアルクワイト、強いね。まあ能力はね、結構高いんですけどね。ジョイーゼダメやろこれ。でスーパー印なし、まあこれもね、まあ印なしっすからね。いや、スピードでもったいないか。まあとりあえず海外行きましょう。まあマイル3回行ってみようよ。まあいつも通りですね、このローテで行きます。まあがっつり休んで、ネーションズ、まあここちょっと確認したいんですよね。2月2週っすね。クリア印丸、そしてネーションズ星、アドマヤベガに勝てればね。まあスピードは S なのでスピードは足りてます。ネーションズ欲しい。とりあえず投資使って、はい、これでいきましょう。完璧。
2着ケアレススティーブ先頭外からネーションズ。まあ3歳で強そうなのはここっすかね。ネーションズ星とクレアマルト。残り 200m 先頭は依然としてネーションズ星。2番手はアドバイアベガ。ネーションズ星先頭だ。ネーションズ星いいね、強いね。ネーションズ星圧勝ゴールイン。2着はアドバイアベガ。3着にキングオブサンデー一番人気に応えました。ネーションズ星見事です。よし、クレアミスター、そしてガベル、スーパードレス、まあこの辺は OK。星、そうやね、海外まあ行きますかね。1500、2800やね。まあ結構いいところ走れますね。まあ、1400もいっとこうか。はい、これでいきましょう。一周休んで、あーでも3回行ってもよかったな。1500、2800っすからね。3冠狙いましょう。そうしよう。スーパードレスが勝った。はい、まあ、とりあえずいろいろいるよと。ああフェブラリーステークス、エイコアウェイしか持ってってないですね。主役は大雨より来たる。連戦連勝。エイコアウェイじゃ厳しいな。ちょっとネーションズ欲しい。変えましょう。まあ成田トップロードとかね、名称ドト、あとはテーマオペラオ、アドマヤベガ、まあこの辺に勝てれば問題ないですからね。3冠はいけます。はい、とりあえずこれでいきます。賢さ S プラスピード S、 まあ瞬発も A プラで、まあ十分ですね。で心肺機能強化もある。 OK、 まあ準備はできてますね。エイコンアウェイ、まあこれ悪くないですけどね。強い史実には勝てないんですよね。サウジ、クレアスキー無理やろ。スーパードレス、ステイヤー、スーパードレスが勝ったか。やるねスーパードレス。フェイバー、そしてエピクレア。フェイバー勝ちました。まあ、スピードありますからね。はい、エコアは厳しいです。アンガールライフ、スーパーフリート、まあどっちか勝ってくれれば OK。 アンガールライフが勝った。3月、クレアゴア、そしてケイキングアウェイ、アンガールライフ、
まあ、案外ライフは順調っすね。順調やね。で、ゴールド3冠。ゴールド3冠。ちょっと闘志貯めないとっすね。闘志がないね。クレアドレス。わ、これでいいか。あとは OK かな。はい、進めましょう。クレアゴア。OK、勝ちました。K キングアウェイ。2着。アンガールライフ、ゴールド3冠。アンガールライフいいね。勝つね。まあ、勝つってことを教えてますからね。クレアゴア、クレアスキー。で、クレア星。星はいかないですね。クレアゴア。まあ、もうちょっと賢さ欲しいっすよね。でもいい感じに戦えてますよ。まあ、とりあえずローテはこんな感じでいきます。このローテで。疲労厳しいな。ちょっと2周入れとこう。はい、これでドレスクレア3着。オートリシートめちゃくちゃ強くない？牝馬3冠取るんじゃない？ネーションズ星。まあ、ただオークス走れるかなんですよね。牝馬3冠取れるかどうかは。ネーションズ星先頭、2馬身から3馬身のリード。あと 200m 後続を完全に引き離した。残り 100m、 2番手はスーパー印なし、完璧です。圧倒的な。あ、でも印なし頑張ったね。スーパー印なし、 B くらいはあるんじゃない。ネーションズ星よし、OK。はい、OK と。スーパーシルシナッシュはもう自由にしてくれ。さあ、エーコンウェイ、クレアシルシマル、キング、ジョイーゼ、キングゴールド、アンガルライフ、AP クレア。どれだ？キングドレスね。キングドレス、これか。 OK。 じゃあちょっと4月1週まで飛ばして今回終わりますかね。アンガールライフ調子落ちてる。まあ、このままでいきます。じゃあ4月1週までいきます。よく誕生。ただ今年はね、そんな印良くないと思います。クレア、アンガール星。あ、いいね、フサイチコンコールドで、アクスか。あ、クリスタル。クリスタル。アンガール星。お、ヒンバね。よしよし。オッケーオッケー。
とりあえずまあこんな感じと。ゴールド3冠スーパードレス、そしてクレアドレス大阪へ行きます。まあグラスワンダーが強いっすね。ただ根幹距離なのでまああるかもしれないです。ここがキングフェイバー、スピード S、 スピードパワー S プラス、健康 S、 賢さ D か精神 G、 まあメンタルがいけてない。ただ覚醒なのでこれはまあじっくり使っていきましょう。1600、2200、ユニコーンステークス行った後ジャパンダートナビでいいっすかね。はい、それでいきましょう。王道路線開幕、ワンダーホース。ということで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。